マイクロソフトから新しいタブレット PC Surface Pro 9が発表されました。第12世代のインテルコア i プロセッサを搭載したハイスペックなタブレット PC として注目の製品。ARM ベースの SQ3 プロセッサを搭載した 5G 通信対応モデルも用意されているようです。早速どんなタブレット PC なのか、詳しく見ていきましょう。デザインについて。ケースには軽くて丈夫なアルミニウム素材を採用。背面には耐久性の高いヒンジを使ったキックスタンドを搭載しています。カラーはプラチナ、グラファイトの他に、新色のサファイアとフォレストを追加。専用のキーボードカバーと組み合わせて、ユニークな配色にカスタマイズできます。本体の厚さは 9.3mm で、重さは 879g。全体的にスタイリッシュで、高級感のあるデザインです。大きな変化はないものの、完成された統一感のあるデザインで、好感が持てます。モデルについて、インテル CPU を搭載したモデルと、SQ3 プロセッサーを搭載した 5G 対応モデルの2種類を用意。インテル CPU モデルは、Core i5-12355U と、Core i7-12555U 搭載の2種類があり、 5G 対応モデルは ARM ベースのマイクロソフト SQ3 プロセッサを搭載しています。またインテル CPU モデルには個人向けモデルの他に法人向けモデルがあり、こちらはより性能の高い Core i5-12455U と Core i7-12655U を搭載しています。スペックについて。スペックはざっとこんな感じです。プロセッサ性能について。個人向けモデルは Core i5-12355U と Core i7-12555U の2種類を用意。どちらもパスマークベンチマーク CPU で約1万3000ほどを記録しています。また 5G モデルは Qualcomm と共同で開発した SQ3 プロセッサ搭載で、前モデルの SQ2 プロセッサよりも 60% 性能が向上。インテル、Core i7-1160G7 と同等の性能を発揮すると言われています。ディスプレイについて。ディスプレイは13インチのピクセルセンス、フローです。解像度は 2880×1920 で非常に高精細。ドルビービジョン規格に準拠した HDR、ハイダイナミックレンジコンテンツの表示や、周囲の環境に合わせて画面の色調を調整するアダクティブカラー、自動カラーマネジメント機能に対応しています。また、最大 120Hz のリフレッシュレートに対応し、より滑らかに映像を再生することが可能。10点マルチタッチ操作や、堅牢なゴリラガラス5にも対応しています。スタイラスペンとキーボードについて、筆圧4096段階の Surface Slim Pen 2を用意し、スムーズな手書き入力が可能。マイクロソフト、ペン、プロトコル、MPP に準拠するデジタイザーペンも利用できます。また、専用キーボードカバー、Surface Pro Signature キーボードは、再生可能なアルカンターラ素材を採用し、
5色のカラーを用意。サーフェイス、スリム102の収納ポケットも装備し、装着することでワイヤレス充電できます。カメラ性能について、背面カメラは 10MP で、オートフォーカスと 4K 動画撮影が利用可能。前面は 1080p の HD カメラで、ビデオ通話や Windows、Hello、顔認証が利用できます。また、5G 対応モデルは、Windows、Studio、エフェクトに対応し、カメラの自動フレーミングや、背景ぼかし、ノイズ消去などの機能が利用できます。通信性能について、通信は Wi-Fi 6の拡張版 Wi-Fi 6E に対応。2.4GHz 帯、5GHz 帯、6GHz 帯の3つの帯域が利用できます。また、Bluetooth 5.1 に対応し、ワイヤレス機器ともスムーズに接続することができます。その他、5G 通信に対応したモデル、Surface Pro 9 with 5G を用意。下り最大 2.8GBps の Sub6 のみ対応のモデルと、下り最大 4.2GBps のミリ波対応モデルの2種類を用意しています。インターフェースについて、本体に2つのサンダーボルト4 USB4 端子を搭載。PD 充電とケーブル1つでミラーリングできるオルタネートモードに対応し、2つの 4K ディスプレイに映像出力することができます。ソフトウェアについて、製品にはオフィス、ホーム、ビジネス、2021が付属。ワードやエクセル、パワーポイント、アウトルックなどのビジネスソフトが利用できます。また、クラウドプラットフォーム、マイクロソフト、365アプリをプリインストール。Xbox、ゲームパス、ウルティメイトの30日間使用版も利用できます。バッテリー、充電性能について、バッテリー容量は 47.7Wh、インテル CPU モデルで最大 15.5 時間、 5G 対応モデルで最大19時間駆動できます。また、充電はサンダーボルト4 USB4 互換のタイプ C ポートを利用し、高速な PD 急速充電が利用できます。まとめ。Surface Pro 9は第12世代インテルプロセッサ搭載の超高性能なタブレット PC でした。パワフルなプロセッサと超美しいディスプレイ、超長持ちのバッテリーに加えて、筆圧対応の Surface ペンやおしゃれなキーボードカバーが使えるのが魅力的。 SQ3 プロセッサ搭載の 5G 対応モデルが用意されているのも魅力的です。 Surface Pro 9は2022年11月29日に発売。気になる人はリンク先からさらに詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日はここまで。また次回会いましょう。